園長の千葉富江の幼児教育に対する熱い思いにより、昭和29年1954年に創立されました。累計にございます千葉学園高等学校の木造の古びたその教室の片隅で24人の園児とともにその第一歩を踏み出したのでございます。時が流れまして60年、卒業生が8000人になりました。創立60周年を迎えられましたこと、心よりお喜び申し上げます。昭和29年に創立以来、これまでに約8000名の卒園児を送り出したというふうなことでございます。このこと自体も大変な足跡歩みであるわけでございますが、千葉幼稚園におかれましては、この間、幼稚園教育の研究の方にもですね、熱心に積極的に取り組んでいただきました。今やモデル園といたしまして、本県の幼児教育大変な貢献をしていただいておるところでございます。幼稚園が就任して今9年目になりますけれども、この9年間の間にもですね、幼児教育をめぐる環境というのは本当に大きく変わりました。そしてまた今一番大きなですね、節目、変わり目の時を迎えているわけでありまして、本当に現場におられるですね、先生方大変だろうなというふうに思っております。そもそもその千葉学園の成り立ちでありますけれども、日本最初の新聞記者であるですね、自由学園の創設者の萩元子さんの先生のですね、妹さんであられる千葉倉先生が、八戸女塾、そして後の千葉学園を創設をされているところから、歴史がスタートすると。先ほど、千葉にする実長さんのお話にもありましたように、当時のその引き継いだですね、千葉富江、千葉学園の学園長、校長ですかね、が最初のこの園長であったというようなお話でありまして、感謝状、川上克久殿、あなたは第14代 PTA 会長として幼稚園発展のために努力されました。千葉幼稚園創立60周年記念式典に際し、深く感謝の意を表します。平成26年10月4日学校法人千葉学園千葉幼稚園園長千葉隆。
皆様方と共に、どうぞこれからも千葉幼稚園ともどもにご指導ご鞭撻のほど、隅から隅までずずずいっとよろしくお願い申し上げます。幼稚園ができました。最初の子供は24人でした。ひまわりのような子供にと、ひまわりの花が幼稚園のバッジになりました。先生はどこにでも、僕たちは砂遊びが大好きです。砂は僕たちの科学の先生です。砂の匂いしてくれました。褒めてあげます。
コロナ禍に嬉しいこと、楽しいこともたくさんありますね。でも時々つらいこと、苦しいこと、悲しいこともありました。その時、園長先生は力は出るもの、出せるもの、転んだら起きよ、そして寝ていて転んだ試しはないという萩本子の言葉を思い出し、心配なことがあっても、辛い苦しいことがあっても、いろいろなことを挑戦したこと、たくさんあります。